い、どうもピオキングです。今日もですね、みんなでバトルやっていきましょう。ジャイアンみたいなのいるな、すねんなよジャイアン。今からみんなでバトルが始まるんだぜ。ハンズオンフォー、ハンズオンホール。まあ、そのまんまの意味で言えば、ちょっと待ってね、そのまんまで言えば、手、ちょっと待って、手で、オンでしょ。まあ、オンだから、まあ、手の中の壁。何を言ってんのか全然分かんない。うわ、それ欲しい、それ激アツじゃん。そのクリボーのやつめっちゃ激アツじゃん。ああ、もうこのキノコはいらない。何やってんの何やってんの、そこのデカブツキノコ。キノコじゃない。うわー、危ねえのすごくなかった。今見た、今サスケで言えばもう優勝だよ今の。ちょっと待って、よっしょ、オッケー、クリボーでかくり待って、よしでした。うーわ、まだなんかあるのか、これきついな。お、あれ、え、クリボーいたんだ。うわ、全然気づかんかったジャイアンじゃん。透明度感でランデブー。そっか、透明度感か、迷路っぽいんだよな多分このコースって。きっと多分そんな感じな、匂いがねもうプンプンするんだよな。うわ、誰誰誰、え、取れた、おー、取れたね。よし、行きましょう。いいねいいね。そして次は壁キックして、いや、右に行きます。これなんか見たことあるなめっちゃ見たことあるなこのコースねえ。よし、オッケー、あぶねえ。あのクリボーこうきっちりね、あのタイミングよく避けていかないけんっぽいね。よし、これはこっちか、こっちでいいクリボー めっちゃやられてんじゃん。クリボー落とし穴にもう奈落の底にねみんな行ってるけど、さてこれはやっぱり見たことあるね。どんどん上に行く感じのステージだね。よし、多分どれが正解なんだろうね。多分どれが外れとかいっぱいあると思うんですけど、あ、逆か、下に降りていけばいいのか。どんどんオッケーオッケーオッケー。で、キノピオで、中間ポイントの、いいねいいねいいね。で、次左に行きます。よし、次右でしょ。いや、ダメだ。よし、これ右に行く、僕は右に行きます。一回当たってもいいから。やった、これよこれよ、これがいい、ちょ、よしこれよね、みんなこれですよね。よし、オッケー。で、次もう一回右、持とうとしてんな。いや、まあ、やらねえよやらねえよ、危ねえ。隠しブロックあってめっちゃビビったわ。一回もダメージを受けないでゴールって書いてるけどさ、それ取っても一緒だよね何取っても一緒だよね。あ、なるほど、攻撃できるっていう時点で違うね、なんかね、ね、ちょっと優遇されてるよね。よし、オッケー、クッパいるのか。よし、オッケーオッケー。じゃあ、いや、今結構チャンスですよね。おほー、来た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 。このまま入る。今うまくなかった、今の土管入り。そしてこれはこっちから行こうか。で、上、なるほど、これは誰か、誰か、これ叩いて、誰か、これ叩いて。いやー、まだチャンスあるね。一回もダメージ受けないで、だからね、ダメージ受けるかもしれないからね、あの二人なんか落ちてきてたなんか今落ちてきてたね。いや、これチャンス、チャンスあります。チャン、オッケー。で、これはこのままヒップドロップ、いいね。あー、ちょっと待って、ちょっとこれマジでむずい。これさ、いいこと考えたね、ルイージ、いいこと考えた。こうやってしとかないね、こうやってしとかない。これもう無理でしょ、うほほほ、これもう無理だ。ごめんよみんなみんなごめんよ、これもう無理でしょ、みんなここに来るの無理でしょ、ごめんみんな。で、これもね、戦法なんですよ、こういう戦法ね、めっちゃラグい待って、恨んでるのか、みんな恨んでるよね、きっと恨んでるよね。ごめんね、でもこういう戦い方もたまにはさせてくれ、僕もたまには勝ちたいんだ。とりあえずあのガモン倒そう、とりあえずこのガモン倒して、うわ、マジでラグやば。そしてこれはどうしようか、弓矢を上に投げればいいのかな。弓矢を上に投げて、ちょっと待って、マジラグ、ラグすぎてやばいって。もう誰これ、もう、いや、僕自身じゃないよね、ちょっと待って。いや、ほんときっつ、これ。よし、で、上に指輪投げて、オッケー。で、もう一丁、いいよ、ドゥ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 、あ、終わった、あ、僕もう終わった、これ。え、終わったよね。はい、
こうなっちゃったこうなっちゃった。でもさ、あれもしかしたらみんな気づいてないかもしれない。もう一回あの技したらさ、よし、オッケーオッケー、ルイジ邪魔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 。待って、これやばい、出ない出ない。よし来た。今度こそ慎重に行きましょうね。今度こそ慎重に行きます。もしかしたらさっきのでみんな気づいたかな。ああやって爆弾で壊してる人多分いるかもしんないね。やっぱり好きでつ。いや、好きでつじゃねえ、好き鉄。さあこれでラストバトルにしよっか。いい感じのコースだね。いや綺麗だな、もうこれ。何この夜景、これ夜景かこれ。お、好き鉄、好き鉄じゃない、好き鉄。どうした、好き鉄、好き鉄、好き鉄出して。お、オッケーオッケー、僕だけちょっと違う方向行ってみますね。こっち、好き鉄。助けて、好き鉄。一人でね、もう何もできないんだよ。あ、このなんかさ、糸みたいな可愛いで、え、なんか月の形みたいななってなかった？めっちゃ可愛かったんだけど。よし、それじゃあこのまま渡っていってドアに入りますか。よし、これは難しいな。これ3人でさ、争っていってたら多分難しいよ。あ、左なんか中間ポイントあるね。一回取っておこうか。中間ポイントと多分これアイテムでしょ、左の。これも取っていきます。杉鉄いない。杉鉄は、杉鉄多分、うわ、やっぱアイテム取ってってよかった。杉鉄多分あの、なんだっけ、あれよ、あれ、中間ポイント取っててないんだろうね。中間ポイントが出てこなかったな。全然出てこんかった今、中間ポイントが。で、みんないる、あ、みんないるな。待って待って、ピオキングを待って。あ、え、なにこれ、え、閉じ込められたんだけど。え、なにこの牢屋、スーパーマリオスペースエキスプローラー。いや、途中で笑っちゃったけど、めっちゃかっこいいよね。え、スーパーマリオスペースエキスプローラーだよ。あ、待って、持たれてる。え、キノピオから持たれてる。連れてってくれるんじゃないの。うん、じゃあ僕が連れてってあげる。ちょっと待って、あ、これ宇宙ステージかと思ったら違うんだ。で、これは、あは、待って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 、こっち違う。いや、大丈夫、あ、ダメじゃん。ちょっとスタートからやり直そう。うわ、そこでプロペラあんの。もういい、もういい、もういい、もういい。もうそんなんするんだったら今無視していきます。で、次はこの土管に入っていこうか。ここで宇宙のステージか、なるほどね。よし、じゃどんどん右に行こっかな。オッケー。で、次上、あ、なんか落ちてきたよ。なんか落ちてきた、マリオが落ちてきた。あ、これワンチャンあるんじゃないねえ。なるほど、いや、これさ、プロペラ取ってった方がいいね。プロペラ取ってった方が、プロペラじゃないんかい。よし、これプロペラ取ったらショートカットできるっぽい。よし、オッケー。この中間ポイント取ってくる。さっきからマリオ何やってんだろう、あのマリオは。ここでプロペラか、オッケーオッケー。で、ここでショートカットできないか。うわー、どうしようどうしよう。もうちょっと右だね。で、ここ、こっち、こっち、よし、オッケーオッケーオッケー。いや、くっ、うー、よし、オッケー。で、次このまま左入っていきましょう。ジャンプ、ここもジャンプ、いいね。こっちは、こっち違う、こっち違う、こっち違う。こっち違う、よし、オッケー。これは早いね。いいよ、こここここ、このまま走っていこう。ジャンプ、いや、こっちだ。で、うわー、もったいねー。ここ、ここでプロペラない。いや、またまたかよ。ここでプロペラ取っていきます。僕ショートカットできない。これ以上上ないのか。いや、なんかあるよ、ほらほら、なんかある。こっちじゃない。みんななんか騙されてるかもしんない。ほらほら。やった、これめっちゃ熱いと思う。ほら、あの二人戻ってきてるもん。よし、このままジャンプで、こうショートカット、よし。で、ここもまっすぐ右に行く。いや、これめっちゃ長いで、めっちゃ長いけど、もう勝ったと思います僕ね。これ絶対勝ったよね。これは無視していい。いや、これ無視したらダメだね。ここはちゃんと入らないけんっぽいね。で、ここで多分ゴールでしょ。これ多分ゴールでしょ。やった、うわ、危ない危ない。みんな緑の帽子かぶってるね。爆速で襲いかかるノコノコ、楽しそう。え、どんな感じ、爆速で襲いかかる。なるほどね、このオンオフが変わったら爆速で襲いかかるってことでしょ。よし、オッケー。いやー、早い、確かに確かに早い。ルイージ賢明な判断だね。僕もそうやって行けばよかったかな。多分こういうのが何回もあるのかな。
よし、できるだけ取っていこう。ちょっと今のはないだろう。ちょうど取ろうと思ったらね、取れなかったよ。待って、ルイージ、ここはね、いや、落ち着いてこ、ね、一緒にこ、おー、ちょっと待って、ちょっと待って、いや、なんかするでしょ、なんかするでしょ、ルイージ。よし、よし、オッケー、はい。あ結構、ボランティアしたつもりだったんだけどな、今。ね、ルイージ、一緒に行こうや。ね、今ので分かったでしょ、僕はボランティアする人間だって。ね、人をね、殺めない人間だっていうことが分かったでしょ。だから、あぶねえ、もう声で動いてって。よし、で、このまま、あ、いや、こういうオンオフはマジ向いてないよね、このみんなでバトルにさ。今度こそ取ります。あはははは、もうもう取らんでいこっか、もう。よし、来たこのまま渡っていこっか。やったやったやった、これ上から、上から入れけないな。え、なにこの連打、やばくない？え、これ無理でしょ。え、なにこの連打。よしやった、来た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 、よし、オッケー。マリオ、マリオなんか長いね、ずっと向こう行ってきてくる。なるほど、オッケー。よし、中間さえ取れればいいよ、もういいよ、中間さえ取れれば。どうしようもねえじゃん。うわ、マリオ戻ってきてる、マリオ戻ってきてる、やったやった、熱いねこれ、マリオ戻ってきて、うわどうしようもねえじゃん。うわ、何も見てなかった、何も見てなかった、やばいやばいやばい。よし、オッケー。題名とか何も見てなかったけど、それでもね、そんな方がね、僕いつも勝てる気がするんだよな。で、じゃあ、オッケー。よし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 。で、次はここ渡っていきます。いや、これアイテム欲しいな。めっちゃアイテム欲しい。本当に欲しい。マジで欲しい。どんくらい？あー！最近ね、みんなでバトルもさ、めっちゃ楽しくて、まあ、ずっとやってるんですけど、それ以外のね、なんかマリメのね、なんかちょっとネタを探してるんですけどね、なんかいいかなって思って。ルイージ、ルイージ結構なんか同じような感じで言ってるね。よし。で、ここも渡っていきます。うわ、キノピオ多分ゴールするな、あれ。よし、キノピオやられないかな。スノーさんか。スノーさんって確かね、めっちゃ可愛いんだよな。アバター相当可愛いんだよな、スノーさん。よし。確か前回もいたかどうかわかんないんだけど。うわ、ルイージ強気だな。フラワー取っていかないの？その状態で？その状態で絶対やられると思うんだけど。ねえ、危ないよね。僕だったら絶対取ってったな。よし、オッケー。で、次は？キノピオ待ってくれてる？もしかして。なんで今当たったの？おっと！マリサを背負ってって書いてたね。マリサって誰？マリオだったらわかるけど、この子がマリサってことかな。背負っていくよ、背負っていくから。ね、マリサ、ね、マリサって、マリサ、マリサ、はい、背負ってあげる。オッケーオッケーオッケー、よろしくお願いします。いや、任して、このエスプラスの僕に任して、ね、ちゃんと僕背負っていくから。いやずるい、ずるいって、それずるいって、話が違うじゃん。もうもうあのマリオずるいんだから。お、来た。あー、ちょっと待って、よし、オッケー。これさ、一旦上に登って、こっからシューっていく、シューって、そうそう、これ多分早いよね。オッケーオッケーオッケー。で、このまま、よし、オッケー。ラグいな、しかし、なんかいつもラグいんだよな。このまま渡っていこうか。こ、結構さ、あ、なんか誰かやられたね。なんかやられてる、なんかやられてやんの。じゃあ、これ僕無視していきますね、被弾していきます。で、ジャンプの、オッケーオッケー。これは、うわ、ここどんぐり欲しくない？マリサを背負っているわ、マリサ背負っているわ。マリサ、待って、マリサずるかったよ、さっきのは。これ上行けたらいいんだけどな、行けないもんな。いや、行けるんだけど、行けるんだけどね。壁キックとか、この宇宙ステージだったらさ、確か壁キックずっとしてたらどんどん上に上がれるでしょ。うーわ、マリサ待てー。お、なんかすごいね、重なってる。合体してる。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。